どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。ただいまですね、永久機関さんにお邪魔しております。こちらオメガさんのクランでございます。オメガリーダーのですね、元で私今クラン戦をしております。この度ですね、匠スペシャリストさんと当たりました。ですね、撮影許可ありがとうございます。今回は竹鶴さんを攻めていきたいと思います。こちらです。こちらはですね、どういう配置かというと、やはり中心部での集中砲火が売りということで、もうあわよくば 40% まあ出会ったり星1で終わったりとかいうのを誘発させる配置でございます。よーし、3番いきます。泣き、そして編成は、おそらくラバが出てくると思うので、ハニートラップからのゴレペッカーでいきたいと思います。行きよし。見たくなっちゃう、見たくなっちゃう。攻撃と、よし、よし、落ち着いていこう、落ち着いていこう、ね、落ち着いていこう、落ち着いていこう、よし。ですね、まずは落ち着いてここでアースクエイクを。オッケー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 、ナイスナイスキヨキヨ、ナイスキヨキヨ。そして援軍確認と。おっしゃらば来たー、しゃらば来た、こら来たー、こら来た、こら来たでんがな、こら来たでんがな。穴開けしときますね。開くか、開いた開いた開いた、危ない危ない危ない。オッケー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 。そしてハニートラップ発動と。ですね、ガゴを2体出して、アチャクイ出して、アーチャーを違うところに3体出していくと。そして破裂したタイミングでもゴーレム出しますね、出します出します。そしてウィザード出して、しっかりとサイドカットしていきます。そしてなんかまあ一応ウォールブレイカーで、そうですね、でババキンをくるめに出して、どうしようかな。まだだまだまだ、あー、ここら辺で発動しておく。そしてアチャクイとフリーズドで、ですね、アチャクイとインフェノタワーを凍らせます。そしてスケトラ対策に中心部に打つ。オッケー。ちょっと火力足りねえ、火力足りてない、火力足りてない。まあゴレターゲット来てるんで大丈夫です、まだまだ大丈夫です。これは いけただろう。スケトラが上に出てきてんな。オッケー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 、そろそろ発動します。スケトラ出てきたんで、ちょっとバーバリアンでの処理もしたいので。ん、ちょっとこれパーセント危うくないかこれ。しっかりとアーチャクイン見ます、アーチャクイン見ますね、アーチャクイン見ます。発動。ちょこれはやばい。実況動画2回連続星1星0はやばい。これはキヨキヨ死んだなと。もうリアルに体が震えて、ちょい、これ東京ゲームショウ前にキヨキヨザケ説。うわー、バーバリアン、もうバーバリアンに託します。全開しろ、お前にかかってんだよ。全開しろバーバリアン、おい、時間切れはやめて、時間切れはやめて、時間切れはやめて。